そうするとやっぱり大きなフィニッシュとかがかっこいいですし、うん、そのかっこよさって割と高さハイフィニッシュ、うん、はいハイフィニッシュっていうかさ適切なところにあればいい<ー>適切な高さのところにしっかりこう体がその回ってってそこでその止まれるっていうことかなフィニッシュで止まれるっていうのはとっても大切なことなので、ねうん、なかなかに3秒止まれないでフィニッシュでパンッって止まってられるっていうのはそれは僕も今年取ってとだんだんそできなくなってるけどやっぱり若い頃ってパンッだから か決まるわけよ。いつまでやってんだよって言われるぐらいにできるような形になるといいのかな。まあそれはそのいろんなものを整ってるからそうできるわけでしょバランスがね。後付けでもいいんですよねそうすると全然いいよ。で、そうするとだん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 そこに行けるようになるからね。自然とね。だって、だん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 自分の中で通り道がそこに行きやすいように本能的な直くるので、ね。で、そのうちだん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 一気にそこまで行けるようになるから、ね。